札幌ビールカップ優勝いたしました横澤浩二選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。今の気分どんな感じですか？いやちょっとね、本当この場に立てることを想像できてなかったっていう自分の弱さがあったんで、でもまあ良かったですね、はい。何か不安を感じていたんですか？もうね、スタート練習から気配がもうみんなの気配と違ったので、どこまでよくできるかなと思ったんですけど、結局よくならないまま優勝戦行っちゃったのでちょっと不安でしたね、はい。予選道中、そして準優と強い走りを見せてくれていたようには見えたんですが、違ったんですかね？そうですね、まあ、本当にスタートの方で躊躇している部分が前期とかここ最近続いたので、もう少しスタートをしっかり行こうという気持ちを強く持って臨んできたら、成績がちょっとつながってきたので、まあ、これを次のお盆も持続していきたいなと思ってますけど。正直不難視的にはもうひどかった。よかったですね、でもね、はい。まあ、ここはレースに集中して残せた結果ですかね。そうですね、まあ、枠も枠でね、今節いろんなことがあって、6号艇からも2頭取れたりとか、2頭走ったら1頭になったりとかで、月が自分に来てたっていうのは感じたので、まあ、その月だけでここまで来れたかなと思います。優勝戦ですが、コンマ09のタイミングでした。もう古川君という本当にいい足してる古川君がいたので、伸びられちゃいましたけど、いいガードになってくれてましたね、はい。1マーク回ってる時どんな思いでした？全然進んでないっつって、もうなんか出足が甘いと思って、2マークはもうどんな風になってるか分からなかったですけど、もう集中して回ろうと思ってました。バックではまだ安心できなかったんですか？そうですね、ゴールまでですね、今回は、はい、はい。またね、ここ浜の湖にはお盆にも来るんですけれども、うん、そうですね、まあ、今節 の、 仕上がり方は良くなかったというふうに捉えて、また違う形で臨んで、いいメンバーの、ね、お盆レースでやっぱ優勝したいし、優勝戦乗りたいので、また次も頑張りたいなと思ってます。どのモーター引きたいですか？やっぱ古川君の4エンジンはすごいでしょうね。あと大崎君、4号艇だった大崎君のエンジンも良かったです。はい、地元のプールでの優勝ですが、もう久しくしてなくてね、準優もユーフライングしたりとかで4年ぶりなのかな、5年ぶりかな。そうですね、2017年10月以来ということになりました。 SG も遠ざかってますし、こういうことを機にもう一回みんなの舞台と一緒のところに行きたいなと思ってます。ファンの声援は聞こえましたか？今日ね、たくさん来てくれたので手振ってくれてありがたかったです。では最後に応援してくださるファンの皆様にメッセージお願いします。自分から船券買ってくれた方に還元できたら良かったなと思います。またお盆レース来ますので、船券買ってみてください。ありがとうございました。今日は札幌ビールカップです。どんな過ごし方しますか？ちょっとね、体重落ちてきたので控えめに行きます。冷たいビール飲んでください。はい、みんなで分けます。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。